古屋は名古屋市東区にあるドーム型の球場です。収容人数は約4万人。プロ野球セントラルリーグの中日ドラゴンズの専用球場にもなっております。毎年ウィメンズマラソンのスタートとゴールの場所にもなっています。それでは早速ウィメンズの放送会をスタートします。レッツゴー。1977年に開館した歴史系博物館です。名古屋を特徴づける歴史資料を中心に多数収蔵されています。また市民の文化活動の発表の場として彫刻、絵画、書などを展示するギャラリー、講演会、演奏会などに利用する講堂を併設しています。館の前景として日本庭園を配し、四季折々の絶景が楽しめます。中部電力未来タワーは1954年に日本初の集約電波鉄塔として建設されました。完成から60年以上経つ今も名古屋の街のランドマークとして知られています。夜にはライトアップもされ、恋人の聖地としても認定されており、名古屋の人気スポットとしても有名です。から見る夜景は大変綺麗で、日本夜景遺産にも認定されております。愛知県庁本庁舎は昭和天皇即位の礼御大典を記念する事業の一つとして1938年に完成しました。およそ80年前の歴史のある建物で、国の重要文化財になっています。名古屋市役所は政令指定都市の中では京都市役所に次いで2番目に由緒ある建物です。本庁舎も国の重要文化財に指定されたほか、テレビドラマや映画などでロケ地としても有名です。名古屋城は名城金鯱城の異名を持ち、日本百名城へ選定、国の特別史跡にも指定されています。天守閣の近接は全国的にも有名で、名古屋城のシンボルとなっております。現在天守閣は木造復元工事を行っており、2028年に完成予定になっております。ぜひ名古屋にお越しの際は見学に来てください。